これより荒城行きや移籍記者会見を始めさせていただきます。それではどうぞお座りください。本日司会進行を務めさせていただきます荒城行きアシスタントを担当しております飯島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして本日は多くのメディアの皆様お集まりいただきありがとうございます。プレスリリースでもお伝えしましたようにチームヨーロッパカー荒城行きの2016年度の新チームといたしましてランプレメルバに移籍が決定いたしました。これまでのこの移籍に関しましての経緯などを私の方から簡単にまずは説明させていただきます。2009年から当時の B ボックス V グテレコムに加入いたしました荒城は途中 V グテレコムからヨーロッパ最大手のレンタカー会社ヨーロッパカーにメインスポンサーが変わりましてからもゼネラルマネージャーのジョン・ルネ・デルノドー氏が代表を務めますSA バンデシクリズム社のライダーとして7年もの間フランスのプロロードレース活動をしてまいりました。メインスポンサーであるヨーロッパカーの今年いっぱいでのスポンサー撤退が決まりヨーロッパカーに代わる新スポンサーも見つかっていないという状況の中で荒城がターゲットレースとしていたアミステルゴールドレースなどワールドツアーチームではないために出場することが叶わなかったレースが多々あることや荒城自身がツール・ド・フランスのメンバーに選ばれなかったこともきっかけになりましてステップアップできる新たなチームを探し始めました。幸いなことにいくつかのチームからお誘いいただきまして検討を重ねる中でヨーロッパカーに代わりダイレクトエナジー社が新たなスポンサーになることが決定し現チームに残るという選択肢もありましたが予算的にチームの規模は縮小を余儀なくされ同期で現チームに加入しました長年アシストとエースとしての関係を築き上げてきましたピエール・ローランらが次々と移籍を発表したことがありしたこともあり荒城もチームを去る決断をいたしました。先月の世界戦以降も新たなチームからオファーをいただくなど選択肢が増える中で荒城は伝統あるワールドツアーチームであるランプレメリダ入りを決意いたしました。チームが変わることによりこれまで長い間荒城を支えていただきました日本での代理店様や個人契約させていただいておりましたスポンサー様との関係が継続できなくなることがあるということは荒城にとって大変つらいことでもありましてその点の交渉を続けておりました。正式なサインを交わすと返事をいたしましたのは実は2日前という状況でありましてご報告が今になってしまいましたことまたさまざまな噂が飛び交いまして皆様方にご心配ご迷惑をおかけいたしましたことをこの場をお借りしてお詫び申し上げます。それでは2016年度の荒城のチームとなりますチームランプレメリダメリダ日本代理店を代表いたしまして宮田サイクル株式会社代表取締役社長高谷慎一郎様よりご挨拶いただきます。ただいまご紹介をされました宮田サイクル高谷でございます。本日は大変お忙しいところ多数を集まりいただき誠にありがとうございます。荒城選手が来年度、チームランプレメリダに加入していただく、メリダファミリーの一員となっていただくということに対して非常な喜びを感じています。また数あるチームの中からチームランプレメリダを選んでいただいた荒城選手大変ありがとうございます。言うまでもございませんけれども荒城選手は、日本さらにはアジアを代表するトップライダーとして活躍されておられその実績には何の疑問も感じない、ところではございます。
ぜひ、このグランツールでのですね、日本人初の一勝というのを期待したいところでございます。ランプレメリダはご案内かと思うんですけれども、昨今、絶対的なエースというものがおりません。むしろ成長盛りの若い代打、また熟練のベテラン選手たちがバランスよく配置されており、構成された非常にこういいチームであるというふうに自負しております。それだけに荒城選手、2016年のですね、グランツールでの一勝、日本人初の一勝というものも、もう可能性が高まっているのではないかなというふうに思っておるところでございます。ぜひ、この一勝を勝ち取っていただいて、日本のですね、サイクルスポーツの、転機に、していただきたいなと、こんなふうに思っています。私ども宮田サイクル、あるいはメリダも、荒城選手の活躍を全面的にバックアップいたしますし、ここにお集まりの皆様方にもですね、ぜひご支援、応援をお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございます。先生、ありがとうございました。続きまして、今回のジャパンカップに来日しておりますランプレメリダスポーツディレクターのブルーノ・ミチーノ監督よりご挨拶いただきます。Buongiorno a tutti, siamo molto onorati di avere un corridore giapponese per l'anno prossimo a un certo livello molto, molto alto, che io l'ho visto correre in Europa, va abbastanza bene e spero con lui per l'anno prossimo di fare dei buoni risultati. E niente, speriamo che sia un buon 2016 per lui e anche per noi. みなさま、こんにちは。今回、荒城選手が入っていただくということに関しまして、非常に名誉なことだというふうに我々も感じております。日本人としてこの2016年という来年のですね、シーズンを走っていただくということでですね、非常に今高いレベルの選手だというふうに我々も認識しておりますし、ヨーロッパでの彼の活躍というものも非常にいいものだというふうに我々見ております。そんな中で、来年、ぜひですね、前線していただきまして、素晴らしい結果が出ればいいというふうに私も望んでおります。2016年、荒城選手にとっても私たちのチームにとっても素晴らしい年になるように非常に心から望んでおります。ありがとうございます。ビチーム監督、ありがとうございました。それでは続きまして、荒城幸也より皆様にご挨拶させていただきます。皆さん、こんにちは。この度はお集まりいただきありがとうございます。2016年シーズン、ランプレメディアで走ることになりました。ご報告させていただきます。ですね、もうかれこれ7年間フランスのチームで、走ってきたんですが、7年間で、グランツール8回走ってきて、でいろんなたくさん大きなレースにも走って、いろんな経験をしてきました。ですがまだまだ選手として走っていないレースもありますし、もっと走りたいレースもありますし、それで今年いろいろなチームを探した結果、今もうワールドツアーで、今あるワールドツアーチームの中で一番歴史が長いのがこのランプレメディアというチームでして、そこでやっぱりこの長い間プロツアーにいるその経験というのを僕も感じたく、また新しく自分ももっと違う国のチームのを経験したいということで、このチームに移籍することにしました。正直まだまだ決まってないことたくさんありますし、やっとその来年集中できるっていう頭が切り替わってきた時期でして、
まだこれから来年のスケジュールだったり、どのレースにの来年のスケジュールもこれからの話し合いですし、まあ、合宿もいつ行くっていうのもまだ決まってないですし、まだ本当に今は本当にチームが今決まっただけなんですけども、もう来年に向けてのモチベーションはもうすごくあります、はい、来年はオリンピックもありますし、もちろんツードフランスも今年出れなかった分来年強い思いで臨みたいと思いますし、日本人初のグランツール優勝という道もまた来年叶えられたなと思います、来年も頑張ります。応援よろしくお願いします。安心選手ありがとうございました。それではここからはお集まりいただきました皆様方からの質問をお受けいたします。挙手で媒体名を、言っていただいて質問をお願いいたします。ご質問ある方、皆さんどうぞ。産経デジタルサイクリスの上山です。アマチュア時代も含めずっとフランスのチームで走ってきたと思うんですけども、イタリアに全く違う、例えばイタリア語の問題であるとか、住む場所の問題であるとか、全く新しい環境になっていると思うんですけど、そのあたりの不安等はなかったんでしょうか。結構どういう話するんですか。はい、そうですね、もう本当ご存知の通り、フランスにもう13年ですかね、もうアマチュア時代を含めて過ごしてきまして、やっぱり自分の中でフランス語が身についてますし、もうイタリア語はちょっと未知の世界ですので、まあ、今年の冬頑張って身につけたいと思います。まあフランス人に曰くフランス語喋れればイタリア語喋れるよっていうふうにも言われているので、その言葉はまあ問題ないかなと思います。やっぱり最初の、まあ、フランス語もそうでしたし、耳が覚えるまで時間はかかると思いますけど、まあそれを覚えてしまえば、まあ、言葉の問題もないでしょうし、まあ、自転車はやっぱりチームはもう走って足でやっぱり、ね、喋れる会話できるので、そういう部分でやっぱりその、まあ、不安はなかったです。もうチームを変わる時点でもうその言葉とかそういう住む場所っていうのはまた二の次で、まあ、今ヨーロッパの選手はまあそのいろんな自分の結構住みたい地域に住んでチームのベースとは別のところで住んでる選手も多いので、そういうことはあまり重要ではなく、どのレースを走れるかという、どういうチームの運営がなされているかとか、そういう部分がやっぱり重要だったので、その方、そういうところを重視してやりました。なので不安は、まあこれからいろいろは出てくるでしょうけど、不安は特にはなかったですね。その続いて、大前さんどうぞ。サイクルスポーツの大前です。ブルノビッチーノ監督にお伺いしたいんですけれども、すでにアジア人選手がチームにいる上に荒城選手を獲得した理由を教えてください。Allora abbiamo preso un visto che il nostro calendario è internazionale。E visto che pare che corse vengono qua in Giappone, tra il Japan Cup, giù in Giappone, poi un corridore anche valido anche in Europa, la Merida ha pensato di sviluppare poi il mercato mondiale, prendendo anche un corridore di un certo livello qui in Giappone。はい、国際的な、出場レースってものを年間通してシーズン見た場合に、かなりいろんな地域で、開かれているわけですけれども、その中でもやはりアジア、特に日本ではジャパンカップをはじめ、それ以外の重要なレースというのもいくつもございます。でそういうところにやはり今現状ヨーロッパの選手が、中心となって、いるんですけれども、その中でもっと世界レベルでですね、いろんな活躍できるレベルの高い選手をやはりゲットしながらですね、そういうところに展開していきたい、日本に対しても展開していきたいということを考えた場合に、チームがじゃあ荒城さんを取ろうということを決めたというような経緯がございます。ありがとうございます。グラッツ、綾さんどうぞ。ワイヤードの綾野と申します。
荒城選手に聞きます、今時点でこのランプレメディナというチームに持っている印象とか、イメージを教えてください。あと、仲のいい選手とかつながりが、何らかあるのかどうかとか、この辺を教えていただけたらと思います。そうですね、もうイメージは完全にウェルタのイメージ、最近のイメージです。ウェルタのイメージなので、僕が逃げに乗った2回ともね、ランプレメイダー選手に勝たれてしまったんでそこはもう悔しい思い出しかないんですけど、まあ、その部分でやっぱり、まあ、そういう僕が狙ったステージもね、やっぱりランプレメイダー3人入ってましたし、同じ選手がしかも2回ともやっぱりそういう部分でやっぱりその足の似た選手が多いのかなっていう印象はありますね。あとはもうその本当にこうやって初めて契約してから中身なんですかね、中身というかもう中に入ってからしか分からないことなので、やっぱりあの人の話は人の話なので、で契約に至る前にフィリップ・モドゥイというあの監督と、まあ彼フランス語できるフランス人なので、彼とそのチームの中はどうなっているのか、ドクターがどうなっている、マッサージャーがどうなっている、自転車は何台あっ て、レーススケジュールはあって、コーチがいてっていう、そういう部分でしかまだ聞いてないんですけども、そういう部分も踏まえてやっぱりいいなというふうに思いまして、もちろんワールドツアーのレースもたくさんあるし、イタリアもレースあるし、かといってそんなになんですか、右に左にレース行くわけじゃなくて、選手のためあのがちゃんと管理されたチームだよっていうふうに、あのきっちりオーガナイズされたチームだというふうに聞いて、でそういうふうにあの、まあ、聞いた話なんで、あれそれですけど、自分で、まあ、このチームのすごく印象が良かったので、はい、でこのチームをしました。あと選手はやっぱりイタリア語が僕は全くなので、やっぱりこういうチームのこういうイタリア語だと思いますので、なかなか話す機会がないんですけども、まあ、ルイ・コスタ選手とは、まあ、彼が、なんですか、あのクリテリウムとかツール後のとかであったりして、まあ、彼もあの小さいチワワを飼っているので、まあ、それで仲良く練習の話したりはしますね、はい、だけど他の選手とあまり、はい、まだコミュニケーションを取ってないんで、はい、早速明日からですね、はい、コミュニケーションを取っていこうと思います。ありがとうございます、はい、その他のご質問どうぞ。ヤントさん、先ほど走ってないレースや走ってみたいレースがいろいろありますっておっしゃってましたけれど、具体的には何ですか。それから契約の際にこれは出させてくださいって言ってお願いしたレースなどがありましたら教えてください。はい、まあ、この契約の時にその確約としてこのレースを出してくれっていうのはあのしてません。で走ってないレースってやっぱり、まあ、イタリアのレースとか、あとはあのドバイだとか、あのかなんかオマーンとか、あの辺も僕行ったことないんですよね。もちろんあのダウンアンダーもすごい行きたいレースですし、となるとやっぱりワールドツアーのレースが結構そう行きたいレースっていうとワールドツアーのレースになってしまうんですけど、やっぱりそうやって強い選手たちとその、まあ、もちろん僕の相性のヤムステルゴールドレースだったり、あそのイタリアの僕名前だけは知るけどレースを知らないものもたくさんあるので、そういうレースもやっぱり僕はちょっとベルギーには向いてないのでイシャルダミとかにはやっぱりそっちの、そうなるとやっぱりイタリアとか、まあ、スペインとかのレースの方がやっぱり好きなので、ステージレースとかそういう分のやっぱり挑戦したいですし、まだ多分12月の合宿でその選手のスケジュールを決めると言ってたので、まあ、まだカレンダーももらってないので、これからカレンダーをもらって自分でレースを選んでいきたいなと思いました。その他の質問、いいですか、はい、じゃあの監督にお聞きしたいんですけれど、バイシクル21の高木と申しますが、あの荒城選手のどういうところを一番あの評価されているというか、あの入団のまあ、理由といいますか、その辺をお聞きしたいんですが。quello che ho visto io quest'anno l'ho visto alla Vuelta e l'ho visto molto bene. È stato un ragazzo molto attivo,
entra nelle fughe, si dà da fare e niente. Poi ho detto come prima, per il giro del Giappone, e per le corse che andiamo a fare noi all'Australia, quelle corse lì, penso che sia un atleta molto valido. はい、まあ、今年の今シーズンをずっと見てきまして、で非常にですね、アクティブな選手だというふうに我々は考えておりますし、またその中で逃げを決められるような選手でもあるというところをですね、非常に魅力に感じている部分がございます。で、当然、まあ、日本で、まあ、昨年まで走っている姿というのも見ておりますし、そんな中で、まあ、彼のそういう特徴を捉えた上で、まあ、オーストラリア等のですね、ダウンアンダー等のレースにも非常に適している選手ではないかというふうに我々評価しております。Adesso il nostro programma, il primo ritiro che si farà sarà a novembre e da lì si metterà giù i piani e il calendario per l'anno prossimo。で今まだ来シーズンのチームのですね、まあ、カレンダー、予定というのは今制作中、考慮中でありまして、おそらく11月頃に今確定しますので、その時点で、おそらくどこに参加してもらうかというようなことは決まってくると思います。問題よろしいでしょうか。その他の皆様、前の方からお願いします。池谷選手本人に聞きたいんですけど、サンデーデジタルサイクリスト確実です。よろしくお願いします。ランプレベイザーといえばですね、やはり、まあ日本に、まあ、造形が深いというか、日本と関係の深いチームというイメージもありますし、まあ、そういう部分で TOJ であったりだとか、まあ、このジャパンカップっていうのを毎年出場するようなチームっていうのもありますので、まあ、ただまあ来年のスケジュールというところでちょっとまあチームとしても分からない部分もあろうかと思うんですけれども、幸椰選手本人としてですね、やはりそのかつてTOJ で活躍されたっていう部分も含めてですね、まあ、なんていうの、こうトップチームで良くなった自分の姿を見せたいっていうイメージだったりだとかで、まあ、特にジャパンカップなんかもなかなか自チームから出場できないっていうこともあります、はい、今回もそうですから、まあ、そういう部分も込みでですね、やはりランプレベイザーの一員として出たいとかっていう思いはおありなのかどうかっていうところですね、はい、ちょっとぜひお聞かせいただければと思います。はい、そうですね、先ほどもお話ししたんですけれども、社長さんとやっぱりツアーオブジャパンが時期的にやっぱりジロに出てしまうと出れないじゃないですか。でだからそこはやっぱりこれからプログラムありますし、その後やっぱりドーフィネに出るとしたらやっぱりドーフィネまでの間近すぎます、1週間しかないんで近すぎますし、やっぱりその時期的な問題ですね。なのでやっぱり年間プログラムを立てるときにやっぱり本当に行って大丈夫だなら行きたいですね、はい、でやっぱり僕もやっぱり日本人なので日本のレースで勝ちたいというのももちろん持ってます。なのでやっぱりジャパンカップ毎年出たい統合レースで来てますし、今年もナショナルチームで出場しますし、日本人がジャパンカップで勝つということをもうやっぱり叶えたい、勝ちたいレースの一つなので、それをまたランプレミアで来年、もしかわかんないですよ、明日勝つかもしれない、明後日勝つかもしれないですね、わかんないですけど、それがね、明後日先に勝つかまた来年持ち越しになるかわかんないですが、はい、まあ、やっぱり自分ヨーロッパで走ったジャージで日本のレース走るっていうのは全日本ぐらいしかないので、やっぱり数本当にツアーブジャパン、全日本ジャパンカップしかないので、そういう部分でやっぱりそういうチームで走るって言ったらツアーブジャパン、ジャパンカップは僕にとっては一つの、なんですかね、目標レースにはなってくると思います。山本さんどうぞ。はい、はい、道の監督、シクラー選手の山本と申します。道の監督にお伺いしたいんですが、荒城選手には、いつ頃から興味を持っていて、いつ頃からこうオファーをこう送っていたんでしょうか。deciso più o meno durante la vuelta, quando abbiamo visto, quando ci hanno offerto la Merida, ci ha chiesto di dargli un'occhiata a questo corridore,
niente mi ha valutato e andava bene, insomma. E poi il contratto penso è una cosa di pochi giorni che hanno confermato, un paio di giorni. まあ、あのもう大体ブエルタをやっている時にですね、まあ、チームの方からちょっとこの選手の方に注目してちょっと評価してほしいというような、まあ、指示がありまして、それで、まあ、あのブエルタの間中、まあ、諸選手の方をチェックしておいて、で、まあ、その段階でこれだったらいいんじゃないかというような最終評価が下って、ブエルタの段終わった段階 でその後に、まあ、じゃあ契約に入ろうということになって交渉契約になったのが実際先ほど諸選手に言っていた数日前ということになります。ありがとうございました。その他、皆様方質問、宮内さんどうぞ。ちくりしもの宮内と申します。ブルーノ監督に、伺いたいんですが、すでに、まあ、チームのスタッフですとか、あるいはイタリアで、報道もされ知ってる人がいると思うんですけど、どういう反響があったかを教えてください、荒城選手の加入に関して。Molto bene, molto, sono tutti felici, anzi, perché la nostra squadra più o meno è abbastanza internazionale, no? Sino che c'è un thailandese, un cinese, un portoghese, un giapponese, e dopo abbiamo parecchi corridori dell'est, e per noi non è che si vede molto questa grande differenza. E niente, sono tutti contenti perché il corridore che qui in Giappone è un corridore molto valido e pensiamo di aver fatto un buon acquisto, nel senso che avendo parecchie corse qui si può avere qualcosa di positivo. はい。まあ、イタリア国内の反応としては非常にいい反応が出ておりまして、まあ、みんながですね、まあ、幸せであるというような言い方をしております。で、まあ、ご存知のように、ランプレメリダというチーム、国際色豊かなチームでありまして、今現状、まあ、タイの選手であるとか、中国であるとか、ポルトガルというような選手、そして、まあ、東欧出身の選手であるとかという人たちが、まあ、たくさんいて、まあ、国際色豊かですので、まあ、そこに、日本人が加わるというのは別に特別なことというふうには考えてはいません。ですので、まあ、いい選手、そしてその価値のある選手が入ってくるということに対して、非常に満足しているという状況であります。で、まあ、荒城選手目の前に来たいですが、いい買い物をしたんじゃないかという、まあ、反応が出ておりますね。ですので、まあ、この体制で、まあ、いい結果が来年以降出てくればいいというふうに考えていますし、基本的にポジティブな反応が出ております。どうもありがとうございます。4時間の関係で、1、2問とさせていただきたいんですが、いかがでしょうか。その他の質問ございませんでしょうか。松田さん、どうぞ。はい、Jスポーツ松田です。先ほどの話もちょっと出たんですけども、まあ、明日、明後日とレースがあるということで、今シーズン、まあ、もっといい膝と本人としては欲しいんじゃないかなと思ってまして、まあ、出場はナショナルということで、若いチームだと思うんですけど、まあ、明日のクイズリーグ、当たってのロールレース、まあ、どんな走りをしたいということと、まあ、走るにあたって、この選手は要注意だなみたいなのが、もし今現状あれば教えてください。はい、そうですね、まあ世界戦もやっぱり好調で終えましたし、シーズンやっぱりまだレースが、今年56レース、去年の90レースからいくと、もう全然少ないレースなので、体の方はフレッシュです。なので、まあ、ちょっと明日ね、エンジンを吹かして、ちょっとまだ昨日か夜帰ってきたばっかりなので、まだ時差ボケありますが、まあ、日曜日にはしっかりコンディションを合わせたいと思ってますね。まあ、あとは注目選手としてやっぱりランプレーのウイシじゃないですか。アブダビのレースで
上り頂上ゴールで結構いい成績、5位ですよね、成績残してたんで、で他の選手を見ると、まあちょっと、まあ一つ飛び抜けてるかなっていう印象があります。なので、ちょっと、あさってはランプレインにちょっとだけ入れてもらって、走ろうかなと思ってます。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは記念撮影のお時間とさせていただきます。カメラマンの皆様からのリクエストがございますと思いますので、オーナーカメラマンどうぞこちらで、皆さんをお見せをお願いいたします。よろしくお願いします。僕お願いします。記念組に大きな力をお貸しいただきました。皆さん、サイクルの皆様に大きな感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。以上をもちまして、荒城行きや移籍記者会見を終了とさせていただきます。また、明日、明後日と荒城のジャパンカップの走りにご期待ください。ありがとうございました。